皆さんこんにちは、ことぶきみなこです。はい、ということで、初めましての方もいつもお世話になってますという方も、改めまして声優のことぶきみなこです。さあ、今私がなぜおしゃべりしているのかと言いますと、私ことぶきみなこの YouTube チャンネルの開設が決定しました。イエーイ、嬉しい嬉しい。いやー、じゃあなぜ今こう YouTube チャンネルを開設するのかと言いますと、今私がいるのは、回ってー、イエ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 イ、今私がいるのはイギリスの庭です。はい、ここが今私が住んでいるホストファミリーのお家のお庭です。はい、今後もこのホームステイ先もご紹介していけたらなというふうに思いますが、実はこの春から約1年イギリスを拠点に移して生活を始めております。毎日新鮮でこう刺激的で、いろんなことを感じています。そういった発見だったりとかを皆様にぜひ見守ってもらえたら嬉しいなというふうに思って、この YouTube チャンネルを始めさせてもらいました。実は YouTube チャンネルは海外に来るならばいつかできたらいいなというふうに思っていたので、こう夢のような感じなんですけれども、結構準備もして撮影とかも始めていたんですね。ただ皆様ご存知のように、今世界中で猛威を振るっているコロナの影響で、毎日こうどういう風に生活が変わっていくかっていうのが分かりませんでした。それはイギリスもそうだし、日本もそうですし、他の世界中みんなのことを考えてもなかなか難しいなという風に思っておりました。ただこう私がイギリスに来たという事実は変わらなくて、今毎日こういろんなことを勉強しているっていうことも、リアルではあるので、それはやはり今だからこそ感じられることの一つとして、限られた中で取れることを皆様にお届けしていけたらいいなというふうに思って、ことぶきみなこのマジことぶきの撮影を始めさせてもらっております。マジことぶき。そう、このマジことぶきというタイトル、そうなんですよ。実はまあ10年前ぐらいに生まれた言葉だったりはするんですけど、まあ詳しく話すと何でしょう、使い方としては、めでたい時に、いやマジことぶきだねって言ってきてました。なので本当にことぶきと聞いて、皆様どういうイメージを抱かれるかわからないんですけれども、まあとにかくめでたい印象があるなと私自身も思っております。もうこの28年幼い頃からめでたい名前だねと本名なのでずっと言われてきました。なのでそのめでたいハッピーな感じをこの YouTube チャンネルでもお届けしていけたらいいなというふうに思って撮影をしておりますので、ぜひとも皆様少しでもハッピーな気持ちにこの動画を見てなっていただけたら幸いです。というわけで、ことぶきみなこのマジことぶき、これからどういったものがお届けできるのか、私自身もとてもとても楽しみです。ということで、これからどうぞよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。